ライアン・マシュー・ケリーは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州カーメル出身のプロバスケットボール選手。B リーグのサンロッカーズ渋谷に所属している。ポジションは、パワーフォワード。ノースカロライナ州の高校から、デューク大学に進学し、1年生児の2009から10シーズンには、マイルス・プラムリー、メイソン・プラムリー、ランス・トーマスらと共に NCWA トーナメントを制、制し、 全米制覇を成し遂げた。4年生までプレーした後2013年の NBA ドラフトでロサンゼルスレーカーズから48位で指名された。1年目の2013から14シーズンは苦しいチーム状況の中59試合に出場し平均8ポイントを記録。1年契約だったが2014年のオフに2年契約を勝ち取った。 2016から17シーズン開幕前は、アトランタホークスのトレーニングキャンプに参加するも、プレシーズン中に解雇。その後10月31日に再契約したものの、2017年1月6日に、再び解雇。その後2月24日に、ホークスに呼び戻された。2017年9月9日、リーガーク部の CB セビリアと契約した。ありがとうございます。